く動きではなくて単にこうモデリングであったりビジュアルという意味で言うと比較的早くこれでいけそうっていうのはありました。それこそもう、もう数年前のレベルでそのビジュアルに関してはいけそうだっていうのはありました。でモーションに関して言うとですね、まあ、いろいろ開発が難航してるっていうところもあってなかなかこう思うように進まなかったっていうのはありますね。なので、これでリアリティを持って、生き物として存在してるっていうふうに感じれたのは結構ここ最近ですかね。ここ数ヶ月と言ってもいいかもしれないですね。どこまで、あのゲームの内容に触れても大丈夫ですかね。昨日触った部分というのは。で言うとですね、最初はあの男の子にトリコは懐いてないっていうところですかね。懐いてないところからスタートすることによって、まあ、懐くというとちょっと言葉があれですけど、コミュニケーションを取ることによって、まあ、信頼関係を築いていくって、そのコントラストですかね、それを表現したかったんですね。そうですね、トリコは目の色で感情を、まあ、ある程度示します。で具体的な色については今一つだけ、お話しできることがあるとすれば、怒りの表現というか、まあ、威嚇であったり相手に警戒心を持っているときは目が赤くなります。トリコの声については、まあ、まずビジュアルが確定してました。あのデザインですね、デザインが確定した後に、まあ、これに即した一番適した声はどんなものなのかっていうのもいろんなサンプルを作って、でその中から一番イメージの合うものを選んだんですよね。でその選び方としては、よくありがちな恐竜であるとか、ライオンであるとか、単にそれに絞られるんではなくて、まあ、いろんなものをミックスして、存在しないんだけど存在してそうな鳴き声みたいなものを目指して作ってます。まあ、男の子とトリコの関係については、まあ、ある程度プレイヤーに委ねてますね。こういう関係になってほしいっていうのは個人的にというか僕的にはあまり持ってないですね。それよりはゲームをプレイし終えた時に、トリコという動物の存在感がそのプレイヤーの中で、まあ、強く残るっていうことを、願っているってところですかね。まあ、コミュニケーションの中で例えば信頼関係を築いて仲良くなってほしいとかで そういう単純な希望はあんまりないですね。それは各々プレイヤーの中で感じてほしいと思ってます。